9回の魔物。ヤクルトが最後に勝ったのも24です。その間も敗したわけや。梅雨やからつばくらが低空飛行するんはしゃあない。梅雨が明けてからが本番やね。やっぱ野球って投手なんだよなってヤクルト見てると再認識させられるわ。楽天強いな。今井やばいって言われてる割には普通に強くね。良くも悪くもやばいぐらい頑固だから、逆言えば使ってる選手の調子が良ければ勝てる。昨日勝ってても対左悪いから変えるみたいなのがほぼない。鳥類全部上の方や。すごいな。つばくらも鳥類なんだが、3番は近藤で埋まるが5番がいない。対広島は2016年以降ずっとカード負け越しなし。阪神と並んで近年最も相性の良いセリーグチーム。昔は阪神戦が一番の難所だったのにな。最近は巨人中日相手がきつい。巨人の2試合が悔やまれるな。巨人さんギータもまだいたのにマジでどう勝った。すごいわ。今日一番空気だったチーム広島やな。涌井7回2失点、負け投手メヒア7回1失点、勝ち負けつかず。このチーム昨日は9回の盗塁で負けて、今日は盗塁で勝った。というか俺はなんで最後マチャドやなかったんか。せめて本田か阿部やろ。なんで再起で爆地したんや。まさか中日に1失点もされるわけないだろうという満身。うほう、最悪勝ち越しせにゃならん中日に負けたのは痛いが、まあこれも高い授業料よ。再起がこれをバネにしてくれりゃそれで。鍋級さすがやな。巨人に逆転サヨナラ勝ちとは。鍋級になってから別チームになっとるやないかい。交流戦入る前も2連勝で締めてたやろ。岡本サード回されたのか。ウレーニャ使いたいからね。ウレーニャの総評を詳しい方教えてください。打撃と守備と走塁が苦手な人。巨人は本来なら勝てたらええやろぐらいだからダメージ少ないはずなんだが、負け方が悪すぎた。今日なんで勝てたんや。ちなでいい。守備は全体的にようやってたと思うわ。確かにエスコン難しいって話はよく聞くけど、その割にはエラーもなかったしな。ホームで楽天に負け越し、エスコンでハムに勝ち越し、想像してた人いる？ビジターの成績めちゃくちゃいいんだぜ。ホームはやばい。ハムが弱かったというより横浜にいつも以上にバフがかかってた印象。ホームとビジターで戦い方がまるで違う。今日も延長とか、こいつら本当に野球大好きだな。11回なら刺して試合が長くないような気がしてきた。延長だから中継ぎ崩壊してもおかしくねえのにやべえな、強すぎ。チーム全体がゾーンに入ってるような状態だな。これはすごいわ。11連勝もしてまだ首位にいないなぞ。4番金本って何が起きたらそうなんねん。阪神何してんの。去年強い阪神を見られて私幸せだった。だからこれ以上は望まないね。明日のつばくらは視線石川と岸先発会、2人合わせたら83歳やんけ。